皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、健康で長生きするために子犬の時から押さえておきたい3つのポイントについて今日お話していこうかなと思います。質問です。健康で長生きしたいですかって言われると、そりゃもちろんしたいですよ。人もそうですし、皆さんね、子犬ちゃんもそうだと思います。はい、いやもういいです、もう病気まみれでもいいですって方は絶対いないと思います。じゃあそうならないためにね、健康で長生きするためにじゃあ具体的に何しますかっていうことなんですけども、いっぱいあります、やることは。いっぱいある中の今日はたった3つを絞ってお話しさせてもらおうかなと思います。本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログと Instagram も僕毎日やってます。ブログの方は、僕の思いを話させてもらったりだとか、インスタグラムに関しては、ここ行こうってお店ですけども、僕のお店の様子をアップさせてもらってます。この下の概要欄っていうところから見れますので、よかったら見ていただけたらと思います。じゃあ本題なんですけども、いっぱいある中の3つ、じゃあ早速何ですかっていうと、運動、食事、歯です。運動、食事、歯、この3つは必ず抑えましょうっていうことなんですね。はい、で、この話はね、それもちろん健康に長生きするために、子犬だけじゃないんですけども、今日は子犬の、ポイントを絞ってお話させてもらったなと思います。はい、でまず早速運動なんですけども、もうこれは人間と一緒です。人間と一緒です、はい、運動いりませんよっていうね、聞いたことあります。人もでもそうなんですけどね、人の方でいやもう運動なんかしてなくていいです、もう家でずっとゴロゴロしとったらいいですって方聞いたことないですよね。ちゃんと運動しましょうってなりますよね。はい、それワンちゃんも一緒なんです。ワンちゃんも一緒、はい、なので、ワンちゃんも子犬ちゃんもね、もちろん運動っていうのが大事になってくるんです。ただやっぱり、その筋肉的なところもね大事なんですが、子犬ちゃんに関しては特に心の部分です。心の部分、散歩に行かないってことは心がうまく育たないです。これ言い切ります。間違いなく育たないです。やっぱり心がうまく育たないと、やっぱ心と体ってやっぱり、ね、両輪だと思うんですよね。体だけ大きくなってもダメなんです。やっぱ心も大きく育たないとやっぱり、ね、幸せにはなれないなって僕は思ってるんですよね。なのでそういった意味でもやっぱ散歩っていうのはガンガン行っていきましょう。これが一つ目です。次2つ目、食事です。食事っていうとね、一つに区切るといろんな食事あるじゃないですか。食事の方法からもそうですし、ね、これはいいの、あれはダメなのって言ったとね、結構キリがなくて、この5分ぐらいの間では間違いなく終わんないので、今日はこういうふうに特化してお話しさせてもらおうかなと思うんですけれども、よくあるの、よくある話を一ついきますね。生後半年ぐらいになってくると、今までガツガツ食べてた子が全く食べませんっていうことが起きてきます。その時にもうあれやこれやといろいろし始めるんですよね。トッピングだったりだとか、おやつだったりだとか、ぐわーっとね、今までご飯をねしっかり食べてたのが全然食べなくなるからすごい心配になるんです。でそこからがものすごい始まりなんです。僕は知ってる方で、ご飯を一切食べません。何を食べてるか、おやつで過ごしてる方がいたんです。ポメラニアンの子だったんですけどね、はい、基本おやつです。なぜですかって言ったら、ご飯食べないんですから、なんかね、僕の前のお店ではね、動物園やったんですけどね、そういうおやつコーナーがあったんですけど、どっさり持って帰ってました。これどうするんですか、食べるんです、ご飯は食べないです。やっぱり病気になりましたね、その子もね。やっぱり、おやつが悪いってわけじゃないんですね。人間も一緒にたまに食べるのはいいじゃないですか。それが主食でになってくるとおかしくなってくるってことなんです、はい、ご飯もちゃんと食べて、たまには美味しいもの食べようねぐらいなら全然いいんですよ、おやつとかの感覚でね、はい、なのになんか食べないからというと、どん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 ワンちゃんに合わせてしまって、あれ食べる、これ食べるってなってくると、とんでもないことになってくるんです。はい、なので生後半年を超えてくると、成長期が小型犬であればちょっと止まってきます。でぐーっと量を増やさないといかんわけじゃないです。その時は食べきれると食べなきゃいけないんですよね、はい、そういった形でご飯の調節っていうのはしっかりと、ね、やっていきましょう。これが2つ目です。最後3つ目、歯ですね。もうこれはもうシンプルです。歯を磨きましょうってことです。やっぱりこうね、歯を磨かないと病気になります。この辺がぐちゃぐちゃになるだけじゃなくて、心臓の方だったりだとか腎臓の方とかいろんな方に来るんですよね。それはもちろん若いうちはならないですよ、このもんは、ね、年齢重ねた時にグッとくるんです。でそれはやっぱり小さい頃からの歯磨き習慣があるかないかで変わってくるんです。もちろん遺伝的なものはあるかもしれないですよ、ですけども防げるものは防ぎたいじゃないですか、はい、なのでぜひね、歯磨きしてほしいかなと思います。じゃあそれをじゃあ具体的にこの3つを具体的にじゃあ今日からどうしたらいいんですかっていうのを宿題でお話しさせてもらおうかなと思います。というわけの宿題は
からです。はい、でですね、今日は、健康で長生きするための3つのポイントということで、お話しさせてもらいました。じゃあ具体的にその1つずつどういう風にしていきましょうかってことなんですけれども、ものすごくもう、ね、今日からできることをお伝えします。まず1つ目の運動の方なんですけれども、絶対に毎日散歩に行きましょう。はい、もう当たり前の人は当たり前ですよって言われるんですけどね。じゃあ散歩なんか絶対行くから当たり前でも、もう何ですかその宿題ぐらいの感じの方は、これを取り入れてください。飼い主さんが早歩きのスピードを取り入れてみましょう。それが運動です。飼い主さんがゆっくりゆっくりゆっくり歩くのは、これはまだ運動のレベルじゃないんです。飼い主さんがこう早歩きで歩くぐらい、これが運動、ワンちゃんにとっての運動のレベルになってきます。歩幅が違うんで、はい、それを散歩に取り入れてみましょう。これが一つ目です。次、二つ目、食事の方ですよね。まあ、全然食べませんっていう方は、やっぱり食べきれるようしっかり食べましょうっていうことなんですけどもね。はい、なので、6ヶ月を超えてくると、なんかね食べないんですって方は結構多いです。いや、6ヶ月前、3、4ヶ月は食べないですけどって方がいるんですけどね。そういう方は食べきれる量を上げてあげてください。食べてないってことは、それは子犬ちゃん自身がいらないって言ってるんです。はい、いらないものをあげてもいらないんです。じゃあどれぐらい食べるかなっていうのを計算してみると、どれぐらい食べるっていうのが出てきますので、それを毎日あげてみましょう。はい、食べきれる量を上げること、これが2つです。最後3つ目、歯ですよね。これはもうシンプルです。毎日歯磨き習慣を作ってください。はい、もうこれ10年後15年後めっちゃ変わりますから。はい、ちっちゃい時からやったら必ずできるんですよ。もちろん大きくなってもできるんですけれども、ちっちゃいうちから楽なのが一番楽です。一番楽なので、ぜひ今から歯磨き習慣っていうのを作ってください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。